どうも皆さんこんばんは、ピです。今回もニーディーガールオーバードーズ、略してニーディーガオーバードをやっていきたいと思います。前回ですね、デイ9の時点でアメちゃんが病みました。そこからですね、はい、このデイ9からやっていきたいと思います。で、なんかね、エンディング数がなんと21個もあるらしいんですよ。やばくない？しかもまだ俺さ、デイ9なんだよね。1時間ぐらいやってデイ9なんでしょ。めちゃめちゃボリュームあるよね、このゲーム。でさ、今ストレスがマックスの状態なんですけど、俺ね、今回さ、やりたいことがあって、前回渋ってたエッチなことあるじゃん。あれめちゃめちゃ連続でやったらどうなのかなっていうのがめちゃ知りたいのね。多分ね、絶対いい方向に行かないじゃん。でも、まずそういうのやりたいじゃん。うん、なんか俺コメントでも言われてたよ。ほとんどの人さ、いい方向からやろうとしてんのに、お前なんでダメな方向からやんのみたいな。いやん！その方がおもろいやん！で、まず LINE が来てるから、ね、P が切ってみてよ。ほら、遠慮しないで。OK。とりあえず返信しよっか。この子は返信してもらいたいだけだもんね。まずこれ切って、これダークネスって何なの？なんかよくわかんないミニゲームみたいなさ、一番頂点のところで5を押せばいいのかな？一回一番下の押す？で、ここで、ここよ。これ何？どういうことなの？これ、おーおーおー、なんだ？ああ、生きてるって感じする。このままだと、腕がイカ焼けになっちゃう。やめろやめろやめろ！それはあかん。お？大丈夫。見た目は痛々しいけど、傷はなんともないよ。やるなやるな。いや、やめて。なんかさ、しかもさ、これ大事な話をします、出てくるんでしょ？まあまあ、オッケー。もう、絶対話聞いてねえやつの返信だもんね。とりあえず夜進むか。ちょっとこの配信で大事な、何？画面バグってない？女の子にはさ、どうしても自分を傷つけちゃう夜があるから。うわ、大事な話をします。それいっぱい来るな。いきに、もう待って、すごい量の来てる。めちゃめちゃ人来てんじゃん。それはさ、かまってほしい。ああ、理由は複雑に絡み合ってるんだけど、なんか鬱になってて笑った。あれ、おせね、この配信はコメントを読まないよ。かまってあげようかな。待て待て待て、なんか変わってる。どうせさ、辛さとか悲しさって真に他人と共有することなんてできないから。どうなんだろうね。それこそ付き合ってる人とかに相談。まあ付き合ってる俺にめちゃめちゃやられてるんだもんね、君ね。わけなんてどうでもよくて、ただただこの、おお、すごい、すぐ勝手に済んじゃう。醜い自分の存在が許せなくなるんだよ。この子さ、配信始めてまだ9日しか経ってないのに病んでんだけど。触れれないもんな、これ。消えないるとか言われてるけど。優しさって理解のことだから、いっぱい相手を分かってあげるんだよ。でもさ、理解つってもさ、なんか、はい、OKOK、分かったよ、みたいなさ、なんて言えばいいの？深く理解しないでさ、分かってるよ、みたいな言う人もいるじゃん。あんまり簡単じゃないよね、そういうのって理解してあげるのって。辛くて辛くて仕方ないときは、ちゃんと他人に助けを求めるんだよ。それは弱さじゃなくて勇気なんだから。なんか言ってますけども。ごめん、ぶっちゃけ言っていい？なんかさ、こういうツイートをするぐらいだとまだ余裕があるってことなんじゃないのねえ。本当に辛い人ってさ、ツイートなんてしなくね？だからまだ俺の中ではさ、まだこの子余裕があるんじゃねえかなってちょっと思っちゃってんだけど。こんばんは、よければ超天さんとお話ししてみたいです。 LINE、 じゃあインって書いてあるから、 LINE って言っちゃっていい？ LINE 交換してもらってもいいですか？うん、お前はただただ繋がりたいだけだな、気持ち悪いと言っても対応がだるいから、超天ちゃんに DM 送るなよな。じゃあツイートすんなって。逆にでも今ツイートしないとあれか、なんか逆になんかあれだよね、心配されちゃうみたいなところあんのかな。今ストレスが85で好感度 4！ めちゃめちゃ嫌われてない？ちょ、これさ、一回消してもう一回表示すると今の状態が見れるんだよね。無関心。もう俺のこと好きでも何でもないっぽいな。 LINE は、LINE 返ってこないね。これで連投してもさ、あれ、アメちゃん、アメちゃん、ちょっと待って、もう返信返ってこないな。まあ、よしよしすればこの子の見た目はちゃんと元に戻るからな。今これ何かできんのかな。あ、エッチなことする。あ、待って、しかも新ネタ発見できるぞ。まずこれで好感度上げて、夜の配信、あれ、ちょっと待って、もうなんかかなり引いたってない？もうなんか次の日の夜になってんだけど。ネタある？配信中に人影が。いや、そんなことよりもエッチなことしようぜ。うん、いや、今日はエッチなことしまくろう。好感度ないしね。エッチなこと連続でしたらどうなのか、めちゃめちゃ気になんない？みんなも。
なんだかんだ言ってこういうのが一番気になるでしょ。たまに男の人からエッチな DM が来るけど、そういうのはダメだぞ。超てんちゃんみんなのアイドルだから変なことは絶対に許しませんとか言ってるけどな、本当は裏でめちゃめちゃエッチしてるからなこいつ。何？ふう、また暑い夜を過ごしたね、大好き。お前そんな俺のこと好きじゃねえだろうがよ。まさか超てんちゃん姿で楽しむとは。え？おお、やってんなおい。衣装ちょっと崩れちゃったけど配信大丈夫かな。おい、エッチな配信レベル2 tonight。 いいね。まあポロリしたらそれはそれで取れ高か。いや、バンされるって。 OK、 一応ラブフォーエバーも置くとこ。さあ返信は？絶対思ってないでしょ。もう俺のことそんな好きじゃないよね。また暑い夜とか言ってたけど、待って、なんかいっぱい来てるな。ちょっと売れたからってあんま調子乗んなよ。世界規模で見たらお前なんかまだまだだからなってなんか言ってますけども。何ね、なんなん、なんかアンチめちゃめちゃ多くないね。前回もさ、なんかうざがらみもされるし、めちゃめちゃアンチコメ以外のリップ来てなくないこの子。あ、エンジェルって来てるな。かわいそう、かわいそうだけど楽しい、楽しいよ。なんなんだこのゲームは。あー、ピとずっと仲良し、かっこインゴしてた。仲良しインゴね。ふざけて後ろの方いじられたんだけど悪くはなかったかな。後ろの方って何？ああかんあかん、お前何を言うとん。もうダメです、絶対許さないから。何度未読無視するなって言っても分からないなら別れる。本当に別れるからな。女の心変わりは一瞬やぞ。あと一回、あと一回だけチャンスあげるから肝に銘じる。あれ、待って待って待って、いやちょっと待って、俺返信したよね。 OK ラブフォーエバーで返したやん。お人に住むか。なんで、いやなんか、俺返信したやん。返信、絶対思ってないでしょ。もう返信しなきゃいけなかったの。おめえだってさ、ちょ言わせてもらっていいかな。だって俺がいつもさ、俺が最後になるじゃんね。えそれ既読無視になってるよね。あの未読、いや絶対思ってないでしょ。俺既読したやんけ。俺めちゃめちゃリアルで口喧嘩してる。フォロワー数が1万人になったから記念配信しようか。あ、なったんだね。あ、インターネットエンジェル1、これがまともなやつなんだろうな多分。やっとまともなやつが来た。1万か、確かに区切りのいい数字だけど、切りがいいだけだよね。まあでもそのさ、なんだかんだ言ってさ、そのチャンネル登録者みたいなのでさ、本人よりもそのファンである人たちの方が喜んでくれるみたいなところない？結構あるじゃんそういうの。それの方が嬉しくない？なんか1万っていう数字よりも1万に反応してなんか一緒に喜んでくれるリスナーがいるってことに喜びを覚えた方がいいんじゃないかな。めちゃめちゃいいこと言った今俺。今めっちゃいいこと言ってない？そもそも数万なら昔の自撮り墓で超えてたし。あ、え、そんなことしてたの？顔だけでたどり着けるラインだからね。いや、めちゃめちゃちょろいじゃん。じゃあ何、一回そういう甘々な経験をしてるってことなの？だからなんか1ヶ月だけかな、1ヶ月のうちになんか登録者100万人いけるみたいなこと言っちゃってるのかな。まあ、俺からすればめちゃめちゃうざいからね。すげえうぜえよ、1ヶ月で100万人ってもうバカだからね。逆にこれから最強になる私たちにとって通過点に過ぎないよ。お前1万人行くだけでもすげえ大変だったのに。これから始まる天使伝説の第一歩、オタクたちから盛大に祝ってもらえますか。なんかお前さ、甘いな自分に。すぐちょっとなんかさ、納得いかないことがあったらすぐやむくせに、なんか案外ちょろいと思ってんだろうな。なんか無事死亡送っとこうぜ。返信してこいよ。してこないんかい。まず好かれてないからな俺。つらい。無関心闇そう。あれ、闇度めちゃめちゃ上がってきてる。じゃあエッチなことしよっか。うん、好感度も上げなきゃいけないしね。さ、お前何やってんのパソコンで。なんかよくわかんねえ迷路みたいなゲームやってね。超てんちゃんね、いつか恋人ができたら遊園地に行きたいな。二人で絶叫したり、アイス食べたり、観覧車乗ったり、それで夜になったら手をつないだりして、キャー、もしかしたらその恋人は君たちの中の誰かになるかもしれないねって言ってますけども、今その裏ではエッチしてたんだろうね。てかこれさ、その俺が見てるんでしょ。ピにさ、これ要求してない？なんかねえ、おめえ恋人だろ、遊園地に行こうぜ、二人で絶叫しようぜ、アイス食べさせろ、観覧車乗らせろみたいな感じじゃねえのこれ。またピと仲良ししてたらめちゃめちゃ盛り上がっちゃった。まさか4回戦までするなんて。おい猿やんけ。もしかして私って依存症なんじゃない？わからん。もうなんかすごいね君たちって。ずるいね、なんかすごく青春じゃないけど、すごく充実してない？なんだかんだ言って。あ、待って、デイ10じゃん。
俺家賃払わなきゃいけないんだよね。すっかり忘れてた。前回さメール来たんだよね、家賃滞納しますよみたいな、なんか10日目にちゃんと払ってくださいよみたいな来てたんだよね。俺やってんな。まあ、夜に住もう。これで配信をしなきゃいけないんだけど、ちょっとエッチな配信トゥナイトしたいな。待って、今もう夜なんだよね。なんだ、何もかもサボってアニメ見よう。アニメ、アニメ大好き、わかるよ。うん、最近俺が一番推してるアニメはね、そのビスクドールは恋をするってアニメ、マジで見た方がいい。めちゃめちゃ面白いから、マジで面白いから。俺漫画今前回読んでるからさ、めちゃめちゃ面白いよ。 Love Forever。 あと999,999回って本当にやるよ。俺別にやってもいいよ。その代わりめちゃめちゃ大金よこせ、めちゃめちゃよこせ。まあ、とりあえずラブフォーエバー3回分送っといてあげるよ。うん、減ってねえじゃねえか。まあ、いや、とりあえずエッチな配信してみるか。うん、インターネットエンジェルっていうなんかさ、王道の配信するのもいいかもしれない。たださ、やっぱ今って YouTuber というか、まあゲーム実況系の人たちとかもさ、まあすごい増えたのよ。だからさ、もう視聴者よりもなんかさ、母数が多くなっちゃってるみたいなところない？だからさ、結局なんかちょっと人とは違うようなことしなきゃいけないのよね。おぉ、トゥナイト、なんか6029人も集まってる、もうすでに。すごいな。もうエッチな配信って分かってきてんのかな、みんな。でもさ、なんか普通のなんかさ、日常みたいな雑談するときは全然人来ないみたいな感じ？今日も顔が良すぎ、脱いでみて。お、いいな。これはちょっと残しとこう。とりあえずコメントは今回消さないようにするか。今日も顔が良すぎ、可愛いもんね。今日は何の話しようか。うん。おい、うん、なんか静止画みたいになってるぞ。あ、そうだ。昨日食べたコンビーフの豆知識を教えようかな。これ本当にエッチな配信なの？脱いでみてに反応させて。ダメかな。コンビーフのこと知りたすぎ。絶対嘘だろ。絶対嘘じゃん。コンビーフの豆知識嬉しい。毎日コンビーフの話して。いや、そんなに気になる？コンビーフの形はね、昔の缶詰の製造法では空気が、うるさい黙れがある。なんでこれでチャンネル登録確定すんの？漏れ14歳って何？濡れ14歳かな？ちょっと待って、このうるさい黙れめちゃめちゃ気になる。これやっていい？なんかさ、本当にこの子を地獄に落とそうとしてんだけど、俺めちゃめちゃ嫌われてるよね、みんなに。何してんの？あーじゃないよ。早く戻せって。したーじゃねえのよ。あー、調子乗んなよお前らよ。おい、ほら見ないで、これはダメだから。ちょっと待って、やばいって。おい、そういう釣りはあかんやろ。俺もこれサムネにするよ。全然、もう全然釣る。もう俺、プライドなんてないから、全然釣るよ。全然エロで釣る人間だからの俺。ふん、礼をくれてやる。見ちゃった。これを、これやるか。お前、間違いなく伸びるよ。ちょっとエッチなやつやっただけですぐこんなこと言うなよ。生まれて初めて笑顔になれた。いや、でもな、俺もこういう配信があったらめちゃめちゃ喜ぶと思う。俺もついついコメントしそう。コメント読み読み。早くさ、はだけたやつ直すよ。もうわざとだろ、それ。うるさい黙れ。この状態でそれ読むな。マジで顔面が強い。かわいいな。いや、マジで、てんちゃん、俺、ちゃんと幸せに導くからね。見ちゃった。ほら、エッチなオタクくん。記憶改変ビーム、ビビビ。でもさ、これ、作為的なもんだろ、多分。多分、お前、狙ったろ。やったろ。絶対やったよね。今日はちょっと、間違って過激になっちゃったかな。バンされるかもだからアーカイブ消しとくよ、焦点。ああ、その日限りのね。あるな。投げキスより肌をちょっと見せた時の方が伸びがいいぞ。これはやはり攻めるしかないのだろうか。ま、なんだか間違えてる気もするけど。いや、間違いまくってるよ、言っとくけど。これでレベル2だったらレベル3とかどうなんの？まあ、よくやったよ。よしよししといてあげる。明日にちょっと待って。これ、さあ、変身してるってこと？いや、これ既読なったんだろ？俺見てるから。未読無視がダメなんだよね。既読無視は別にいいんだよね。俺さんざお前にやられてるから一個俺やるぞ。明日に進もう。あっ、収益が通ったんだ。よかった。ってかフォロワー全然見てなかったけど、もう10万台いってんだけど。17万9000円ってさ、これチャンネル登録者なの？俺余裕で超えられてんだけど。俺すっげえ辛いんだけど。たった10日で俺の登録者越されてんだけど。収益化が無事通りました。やった。これならオタクたちのお金で家賃が払えるから出ていく必要ないよ。お前行かれてんな。早くホームレス配信者になるところだったね。ってことはこれ10日前にさ、全然人気出なくてみたいなこともあるってことでしょ。うわ、それやりたかったな。無事死亡にしとこう。オッケーオッケー。まあ、とりあえずお前返信返せ。とりあえず家賃払えてよかったな。まさに進もう。さあ、11日目。もうこれさ、3分の1は終わったってことなんだよね。ん？DM 欄に企業から仕事依頼が来てる。おお、案件来たの？案件だよ、案件。私に仕事が来たんだ。
新発売のコーラ納豆味のレビュー。もうそれ配信者用の飲み物だよね。もうなんかペヤングみたいなもんでしょ。俺も気になって食っちゃうんだけどさ、あの激辛ペヤングとかちゃんと辛いからね。配信してほしいんだって。お、 PR 案件レベル1、 PR 新発売のジュースを飲んじゃうよ。ほーん。でもなんか案件やった瞬間にちょっと、あ、こいつ案件やる人間なんだなって思う人も なんか何人かいない？なんかいそうだよね。怖いな、そういうのって。せっかくお仕事が来たんだから私やってみたい、頑張るよ。これがプロってことなんだね。震えてきたぜ。まあでも収益化通ってそれだけで飯食ってんだったらもうプロなんじゃねえかな。知らんけど、まあ案件受けた時点で多分プロだと思うけどね。それな。これは返信返しとこうぜ。まあ、ほんと返さなくなったね。俺は返さなきゃいけないのに、お前は絶対に無視するよね。さ、エッチなことしようぜ。俺はもうエッチなこと攻めすっから。これやっとけばいいんじゃねえかかね。でもさ、俺必ず好感度なんか下がってね。エッチなことしてもなんかもう体の関係だけになってきてない？最近ちょっと忙しくなってきちゃった。あー、ちょっと待ってね。なんかすごい。なんか画像が来たぞ。最近ちょっと忙しくなってきちゃった。もしかしたら配信の頻度減っちゃうかも。でもそれは遊んでるとかサボってるとかじゃなくて、より良い企画のための準備をしてるだけだから、それ過去エッチなんだよな。お前毎日エッチしてるからな。むしろ俺で頑張ってる証拠なんだよ。いっぱい褒めてね。まあ、エッチしてるんだけどね。こんなに毎日スパチャしてるんですから、一度くらい小生のコメントも読んでくれても。お前ガクトか。お前プリズンスクールのガクトじゃないよね。うんこ MP3。小生のコメントも読んでくれてもと思いますが、超てんちゃんさんは小生を避けてるように感じます。でもさ、そのスパチャコメを読んでるんじゃないの？あ、読んでないんだ。スパチャしてもコメント読んでそれはちょっと悲しいな。それはちょっと返してあげてもいいんじゃないかな。超てんちゃん、おやすみマイエンジェル。夢で超てんちゃんに会えるように祈ってるよ。愛してる。おお、ちゃんとしっかり気持ち悪いな。でも俺は嫌いじゃないよ、そういうコメント。もう背以外のことどうでもよくなってきちゃった。いろんな道具買ったし一生飽きないかも。ピよりも背の方が好きになっちゃったらどうしよう。いや、もうなってんだよ。お前そんなに俺のこと好きじゃねえだろ。てか何この絵、これ何これ。え、ピクチャ、これ何なん。こういうこともできるんだな。ちょっと待って、これ一回消して表示させれねえんだよな。夜に住むか。これでちょっと一回やってみよう。これさ、俺のこと、いや、セフレなんかい。ちょ、俺セフレになってんだけど。関係性死にたい。セフレヘラミってやばくない？めちゃめちゃやばくない？この子結構やばいぞ。配信、あー、でも PR 気になるよね。ストレスマックスなっちゃう。またまあいっか、やるか。とりあえずこれは気になるからな。変身だ、いつも通り変身しようぜ。こうやってすげえきらびやかに変身してるけど、この子ストレスマックスだからね。しかも俺のこと全然好きじゃないし、結構ヘラってるし。すげえな。やっぱ表の表情じゃ、その本当の、その人のさ、本当の本心わかんないよね。ジルバンは、今日はね、案件ですよ、案件。お仕事なの。でもこのジュースって美味しいって言っていいのかな？それが正解なのかな？あんま企業寄りになるとつまらなくなる。あー、やっぱ言うよね。やっぱそういう人って絶対出てくるよね。なんと、超てんちゃんが新商品のコーラ納豆味をレビューしちゃいます。では、早速用意したこちらを、イン、開始。ちょっとそのさ、若者用語みたいなの俺知らない。あ、髪型変わってない？髪型ちょっと、髪型変えたな。俺ちゃんと気づくよ、そういうの。ブーむっつでも、それが正解なんじゃねえの？多分それで合ってるよ。だって、これ人間が飲むもんじゃねえ。新型の殺人兵器だろ。どういう組み合わせだよ。いや、それを望んで作ったんじゃないの？逆に。コーラ納豆味を考えたやつの方が頭おかしいからな。今までで一番輝いてる。これ逆に宣伝になるよ。まあそうだね。興味本位で買っちゃうみたいなのあるよね。あ、どうした？てかめちゃめちゃ視聴数増えてる。あー、なんというか人を選ぶ味ですね。好きな人はとっても好きなんじゃないでしょうか。今さら炎上深い日。いや、でも炎上しなくない？最高の PR 来た。逆に買いたくなった。これでいいんじゃないかな。もう案件来ないだろうな。いや、てかそれが狙いだろ、確実に。なんでお前らマジになってんの？普通にそうだろ。これを美味しいって飲む人の方がおかしいだろ。美味しそうって。納豆味よ。納豆は納豆で美味しいけど、コーラと混ぜるのはおかしいだろ。いや違うの、ちょっとタイミング悪く見せただけ。これは美味しいです。いや絶対嘘だ確実な嘘だ最高の PR 来た。なんでお前案件で髪型変えんだよ。はは、少しパフォーマンスが過剰だったけど楽しんでもらえたかな。あはは。いや、これはこれで俺は絶対神回だと思うけどね。ははじゃあそんな感じで焦点。てか多分企業側もこういうリアクションしてくれるだろうなと思ってやったんじゃねえの。いやー、あんまりに美味しすぎて逆に吹き出しちゃいましたねいやさ、もう正直にまずかったでいいじゃん。逆に
そんな最高なコーラ納豆味は全国のコンビニに置いてありますのでみんな飲んでみてね。ちょっと待って、リプレとんでもねえもん来てる。明日死のうと思ってます、どうすれば楽に死ねるか教えてください。おいおいおい、それを配信者に聞くな、親か相談センターにやれ。それ本当にやばかった、こんなクソまずい商品を宣伝するってことはもはや犯罪だろう。これから1年分も届くの地獄で。そうなの、1年分もくんの。ピに全部飲ませよ。おいおめえバカかよ。待てよ、ちょっと LINE これいいんだよね多分。明日質問てか BGM とかもちまちま変わるんだよな。さあ、いやすごい、もう着実に増えてってる。フォロワー数が10万人に到達。ここから先は私も未知の領域で緊張してくるね。やっぱり桁が変わると嬉しいよ、気分がいいね。お前でも過激な配信とかさ、なんかやべえゲームばっかやってるとお前銀の盾もらえねえからな。俺みてえに、俺銀の盾未だにもらってねえから、すげえだろ。ここから先は私も、桁が変わると嬉しいよね、気分がいいね。なんか来たな、インターネットレンジの配信一回もしたことねえんだけどな。いつも文句言っちゃうけどさ、これも超てんちゃんを信じて応援してくれるオタクたちのおかげなんだよな。私みたいなネットでしか生きられない女を天使にしてくれる軽量な奴らに感謝。次の記念配信は感謝の気持ちとインターネットの話にする。やったじゃん、ごめん、とりあえず何かわかんないけど謝っとこう。返信してねえ、これが当たり前なんてない、君ね、遊ぼっか、エッチなことしよう。もうこれで俺は行くとこまで行くよ。エッチなことしとけばとりあえずいいんじゃねえか説あるから、このゲーム。そんなことない気がするけど。どうした？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 この点々点は緊張じゃねえ。不安になるぞ、多分視聴者が。いつも頑張ってるのはわかるけど、あんま俺たち心配させんねん。それな。このツイートはよくわかんないよね。しなくてもよくないかな。まあでもこの子ストレスマックスだし、でも俺好感度ちょっと上がってきてんじゃん。インターネットエンジェルとか自称するただの痛い女。これ以上インターネットに恥さらする前に早くやめなよ。言い方は悪いけど、確かにな部分はまああるっちゃあるなって俺は思っちゃったな。超てんちゃんがつぶやいてくれるたびにハンニャーンってなっちゃうよ。お前それさ、リプライする前にこいつらと戦え、なんかわかんないけど、お前信者だろ多分。信者は戦ってみろ、頑張れ。もう絶対配信よりもせの方を優先しない、絶対絶対我慢します、約束します、手に誓ってほどほどにします。だからみんな過去この赤見れないけど許してね。わお、さじゃあ夜に住もっか。じゃあ配信せずにエッチなことしようぜ。ハマってる、完全にハマってやがる。もう媚薬を買った時からいろいろ、ん、ええ何、エッチなことしようってなってる。ちょっと待って、ピー大好き、配信やめることにした、これからいっぱいせしてね。ええそれな、えそれの送れないぞ。あ、送れる送れる、あごめんごめん、連打しちゃった。え配信やめる、え出なくなっちゃった、エッチなことしかできん、ちょおい、ええ配信やめたの、これからって時に。ちょっと、あ、ええやべ、ずっと言ってる。時に愛は判断を誤らせる。なに、うわ、イラストがいっぱいや、すごいかわいい。えゲームオーバーになっちゃった。えこれデイ12からできるけど、これ地獄みてえなデータじゃね。ねえここでエッチな、あ待てよ、俺これもエッチなことしたらあかんやつかな。えちょっと待って、これちょっと待って、えもうエッチなことできないってこと、これエッチなことしすぎるとダメってやつ、そういうことなのかな。次の記念配信は、ああまあいいんじゃない、ゲームしようかとりあえず。もうエッチなことには限りがあるんだ、だって有能だったもんね、だって全部プラスになるでしょ、ストレスもさ闇度も下がって好感度が上がるって最高のやつだったじゃん。そんな甘くねえってことがやっぱ回数制限があるんだな。
やっぱゲームって楽しいわ。人は遊ぶために生まれたことがよくわかるね。うん、そうだね。ちょっと待って、なんかいっぱい出てきちゃった。あ、ゲーム実況できるんだ、やっぱり。懐かしのあれで遊んじゃおう。おー、ちょっと待って、本当に、あ、これじゃねえか。で、あの伝説のコーチがサッカーするゲームで遊んだよ。これで私も名監督。あー、ふーん。いや、そのツイートさ、裏垢にする必要あんの？普通になんか私ゲーム好きですよみたいなツイートすればよくない？ちょっとお薬も試したことないしさ、いろいろまだやったことないのあるから。でもまあ一回ゲームやる。またびっくりマークあるしな。うん、このコントローラー何？何のゲームやってんのこいつ。いや、お前さ、普通にツイートせえよ。あー、積んだ積んだ、ボス倒せない。ピにレベル上げだけやってもらうか。怒るかな。おい、そういえば権力者になるゲームやっていて思い出したんだけど、人生壊れるくらい時間かかる。はあ、あ、なんかゲーム実況のことも言ってるな。今流行ってるジャンルで権力者が人口を減らして世界を統一するってのがあって、はあ、何？一部の人たちはそういう話を信じ、共通の仮想敵を作って怒り続けてるんだ。うん、こんな時代だからみんな何か敵が欲しいのかもね。まあそれはあると思うな。本当は敵なんかいない。インターネットエンジェルの願い。うん、なんか語ってますけども、ということを喋ってオタクたちの反応を見てみよう。女は試したもんね。陰謀論レベルにも来た。30年後に世界は統一、どういうことなんだろうな。もう分かんない。もう何をしたらゲームオーバーになるのかもよく分かんなくなってきちゃう。だってエンディング21個ってさ、そのうちも多分16個ぐらいはバッドエンドでしょ。だからさ、あ、待って、てかこの LINE とかも無視したらさ、なんかあれなのかもね。だって次別れるっつったよね。配信しないで寝てみね、明日まで。うん、ちょっと一回寝てみようぜ。 LINE も無視して。とりあえずダメなエンドを回収していくのもありでしょ。あー、ベッドに入ると辛いことばっか思い出して寝れねえ。なんか俺がもう LINE 無視してもこいつ全然反応しなくなったな。仕方ない、せめてインターネットの不眠中たちくらいは眠れるように。不眠中っていうのねえ。俺さ、このゲームでしかないこういうなんか若者の単語がもしあるとするじゃん。不眠中とか言う、たまに。これ現実でも言われてないの？言われてないものをさ、俺このゲームで知ってさ、じゃあ俺最近不眠中なんだよねとか言ってさ、めちゃめちゃ惹かれたりしたらどうする？どう責任取ってくれんの？天使が導いてあげようかな。これも LINE 無視してみるか。明日に進もう。もう全然 LINE 無視しても返信来なくなっちゃったけど、 LINE、 あれ、もうこれはあれなのかな。寝よ、朝まで。LINE も無視して。これどうなんの？もう全然何も会話もしてない。あ、でもストレスとかやっぱ下がってきたな。ヘラミアリ、明日に進むか。うん、で14日でしょ。え、待って、ほら、もう全然俺がいくら LINE 無視してもなんか全然だ。ピン見て、お花買ってきた。え、いらね、いらね。ちょ、これも無視したらどうなの。ちょ、俺めっちゃクズな行動してるけど、あの興味本位ね。まあその興味本位自体俺は嫌われそうなのかもしんないけど、これも朝まで、いや待て、夜までにしてこれで配信してみるか。どうなんだろう、これも絶対エンディングあると思うんだよね。アメちゃん結構頑張ってない？もうゴールしてよくない？ごめん、ちょっとごめん、無視させていただこう。ゲーム実況気になるな。でもな、ネットロはこれも気になるんだよな。超天ちゃんと一緒に寝よう。うわ、 ASMR もあんの？いいマイクですごい配信をするよ。気になるな、すごく気になる。陰謀論やってみようかな。やってみようか。さあ変身だ。これをなが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 テルリン。シルバンは配信会のナポレオン超テンちゃんだよ。黙れ。30年後に世界は統一。おう、ジェルバンは、ジェルバン、あ、もう浸透してきてるね、挨拶が。ジェルバンはよかったね。もう最初なんてジェルバンはって何って言ってたもんね。ナポレオンって誰？もうこいつは無視しよっか。革命家頂点、今日も顔がいい。お前いつもそれ言ってね。この世界はね、30年後には統一される可能性がある。それが世界統一政府陰謀説。おう、なんだって。適当だな。財閥たちの政府が支配する超格差社会が形成されて、世界人口は10億人まで減るよう動き始めてる。すんげえ減るな。めちゃめちゃ減るな。全滅は始まってるんだよね。そうなの？なんて説があるらしい。一つに統一された世界、一体どうなるんだろう。
まあでもな、俺も陰謀系の動画たまに見ちゃうな。ちなみにその時に宗教はルシファーを信仰する一神教の、そうなんだ、堕天使が崇拝されるのはインターネットエンジェルとしては困っちゃうよ。うん、まあでも堕天使だもんね、ほぼエンジェルじゃん。でもええやん、お前もだってほぼエンジェルじゃない。うん、あれってかこの髪型って、あ待って、ごめん、さっきイメチェンしたって思ったけどさ、これ椅子か。椅子もしかして。俺さっきイメチェンしたと思ったけど、これ椅子なのかな。あ、やべ、コメント触れなかった。たとえ世界がどうなってしまおうとも天使を信じる心は忘れないでね、焦点。うん、ちょっと、ふ、おいおい、触れろ、おい、今回コメント拾わなかった、アホ。焦点ちゃんもインターネットは人口が増えすぎていたせ、ちょっと待ってね、なんかすごい自撮り送ってる、なんだそれ、裏垢であんだよ。実は超天ちゃんもインターネットは人口が増えすぎたせいで混沌したと考えてるから、たまに人口の9割を減らしてみてもいいんじゃないかなと思ったりするけどね、思うだけで間違ってもそんなこと実行しないからね、ふーん。実はエッチなこと好きそう、合ってる、うん合ってる、お前鋭いな。そう、俺たちはもう 5,6 回ぐらいはエッチしてるんだ、裏で。どこまで行ってもインターネットの本質は闘争なんだよな。戦わなければ生き残れない、仮面ライダー龍騎や。戦わなければ生き残れないじゃん。仮面ライダー龍騎面白いよね。この子見たのかな、この子なんか特撮好きそうだもん。てか待って、本当に LINE 無視しても全然大丈夫じゃん。なんでもうなんか全然反応しなくなったんだけど、マジで。これはもうなんだ、次の日になったのか。ダメちゃん結構バイクプラス、あ、銀だけできた、お前ずれ、俺なんか10万人いても銀の盾もらえなかったのに。来た、このフォロワー数の滑り出しはかなりいいんじゃない。このままいけば私たち伝説になれるよ。来年からはたまに引っ越して下の階に住んでるやつらバカにして回ろうね。おい、やめろ。ん、クリックで頭を撫でてね。ふーん、しょうがないな、撫で撫でしてやるよ、もっと。まあ、な、勝手に住んじゃった。待って、何何、あ、間違ってかけちゃった、すまそ、怖っ、はあ、お前バカじゃねえの、怖っ。めちゃめちゃびっくりしたんだけど今の。おめえビビらせんなよ。よしよし、してあげる、ほらこれでいいかな。お、銀の盾もある、いいな、おめえ銀の盾もらえて。俺もらえなかったけど何か。夕方まで寝るか、新発見もあるし。いやー、おもれ、なんか単調に見えるじゃん、見てる人は単調って思うかもしんないけど、俺すげえ楽しいんだけど。ああ、寝てる間にもう一人の私が良い修道に準備してくれてたらいいのにな。うん、でもそれはそれでラストは絶対もう一人の私と対決になるよね。うん、何の話、アメちゃんと超天ちゃんも似たようなものか。なんかさ、アメちゃんと超天ちゃんの人格がバラバラになっちゃうみたいなエンドあるんじゃね、もしかしたら。ピはアメちゃんと超天ちゃんが戦ったらどっちが勝つと思う。オタクトークレベル3、え、今までオタクトークレベル1とかあったっけ。男の映画の世界、あれか、女子のアニメとかのやつか。ピはアメちゃんと超天ちゃんが戦ったらどっちが勝つと思う、どっちが好き。でも本当に既読無視しても全然じゃん、無視するか、ごめんね、なんか。して OD して、何それ、 OD ってオーバードーズかな、オーバードーズってどういうことなんだろう、なんか薬系か、なんかあかん気がするな。ちょっと本当に俺さ、いつまで俺 LINE 無視すればいいの、俺早くさそのエンド迎えたいんよね、俺もどちらかといえば返信してあげたいんよね、でも見たいんよね。夜まで寝よう、どうすればいいんだろう、俺がスタンプ送ってからの返信を無視すればいいってことなのかな。好きなことで生きていく、一切働かずゴロゴロ寝るだけでやっていく。まあうん、正しいんじゃないかな。 OK、 これちょっと返信してみるか、分かったならよしの、これで無視してみるか。ちょ、いい加減もう無視やだ、ちょ、もう寝よ、配信もやめよ、ちょ、一回マジでこれ多分絶対エンド迎えるから、マジで、ちょ、おめえ早く反応してくんね。ねえ、私ってこのまま生きてていいのかな、どうなんだろう、これ返した方がいいのかな。ちょっとゴミクズだけどさ、ちょっとやってみていい、こういうのも絶対エンディング迎えそうなんだよね、だよね。怖いエンディングいたりしないかな、本当にみんなから必要とされてるのかなって、誰でもいいんじゃないか、私じゃなくてもいいんじゃないかって、うん、絶対そういうエンドあるじゃんこれ、ごめんね、やるよ、やりますね、ちょっと普通にエンド行くと思うから、まあ死なないんかい、まあ、そういうエンドがあるのかと思った。ピョ、本当に私だから好きなの、
別に誰でもいい。ほんととことん崩れていくか。そっか、私より顔がいい女が見つかるといいね。いや、君より可愛い子あんまいねえんじゃねえかな。みんな私のどこが好きなのかな。下半身クズ。キャリモクは帰れ。あれ、なんかすげえやりとり続くな。私って生きてていいのかな。ちょ、もうクズでいこう、クズでいこう、もう本当にクズでいこう。そっか、生きていてごめんなさい、死んでお願いします。ちょっとめちゃめちゃ俺も申し訳ねえけど、ピア私のこと好き？嫌い。やべえな、こら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 、この子楽しんでない？本当に好き好き大好き、なんかド M とド S の会話みたいになってね。どうすればいいんだ。好き好き大好きにするか。本当にが抜けてる。本当は違うことを思ってるんだ。なんだ、アメちゃんってどうすればいいんですか。うわー、ちょっとやだよ俺それ。うーん、まあでもやるしかねえな。ごめん、ちょっとここモザイクかけてるかもしんない。これはちょっとやだな。ここまで来てませんか、バカ。うわ、やばい、これ待って、やばい、この来るんじゃない。ここまでひどいピラと逆に頑張ろうと思えるかな。よしやるぞー。でもまだ、また急にやんだらどうしようかな。やばいって。大丈夫、この世界線はマジでクズでいくから。俺次マジで幸せに導くから、マジで。やば、二度でしたらこんな時間になっとる。何もできずに一日を無駄にした時の、うん、なんか俺すごいいたたまれない気持ちができちゃった。あんだけクズな選択肢ばっかりできたけど、実際このこういう状況になるとめちゃめちゃ辛いな。ごめんねマジで。うん、何もできずに一日を無駄にした時の罪悪感やばすぎる。わかるよ、なんで起こしてくれなかったの。無視するか。いやもう本当にごめん。ちょっと待って、本当に早くエンド行こう。もう俺の方辛くなってきたってマジで。本当に頼むって。ねえ、天ちゃん、アメちゃんマジでなんでお前全然心折れないの。別れるって言ってたじゃん。え、ピバさ、中学の頃はどんな痛いことしてたの。痛いことって何。あの物理の痛さじゃなくて、あの中二病的なやつ。いや、しかも俺これ書くのかよ。クラスメートの女子の鼻穴にチョーク突っ込んで女子泣いちゃって、先生来て怒られて、でも気持ちよくて快感で目覚めてしまってアベンジャーズに入りました。これでいこう。さあ、へえ、アメちゃんはポカピーのオリジナル、これショートストーリーなのかな、 SS って。掲示板に投稿してたりしてたよ。思い出したら吐きそうになってくる。高校の頃は、いや、いいじゃん別に。またんのかよ。いやマジかよ。クラスメートの女子の鼻穴にフルーツポンチ詰めて女子泣いちゃって、先生来て怒られて、でもやっぱり気持ちよくてド M だと気づいてサノスをやった。もうこれでいい。もうやめろ、もういいよ。ウケる。アメちゃんはね、シャープハッシュタグ闇赤さんとつながりたいとか言ってた。出会い中しかフォローしてこなかったけど、うん、今は。うわ、俺大っ嫌いこれ、本当に嫌だ。アメちゃんと付き合ってること、出会い系やってる。でもな、ダメ、もうゴミエンドに行かなきゃいけないから、これやるしかねえな。そんな、ピマでそんなに病んでたなんて。病んでるだろ、お前にすげえ当たりきついのに。で、手首綺麗じゃん。これはごめんって送っとく。これ合ってんのかな。返信返ってきて、ねえ、なんで本当に、どういう条件なの本当にね。どうすればいいのかわかんない。インターネット見る、動画サイト見ようぜ。お前いつも何か見るときに部屋暗くしてんの、目悪くするぞ。俺もさ、意外にさ、クズな行動ばっかしてるけど、実はちゃんとしてるんだよね。ちゃんとね、それね、部屋暗くしてみた方がいいや。歴史の番組やってる。超天ちゃんも勉強のためにじっくり見ないとな。ちなみに好きな武将は周遊だっけ。これ三国無双で、あんま知識あれだ、忘れちゃったな。なんか昔結構覚えてたんだけどな。なんだなんかめちゃめちゃ送ってきたんだけど、ちょっと待ってね、一回ちょっと黙ろうか。お前苦労したことない顔してるよな。本物の闇を知らないだろ。なんだお前、おめえ逆に本物の闇知ってんのか。中学生の頃に歴女だった黒歴史がうずいてつら。うん、歴女なんだ。でもさ、三国無双とかやってると割と知識得ない。なんか呂布とかさ、朝鮮とかさ、大小小教みたいなさ、暴論レベル3マイクロチップにご用心。なんか今
今日てか今回さ、このパートなんかすごくダメなエンディング迎えたいんだけどさ、この子全然諦めねえんだけど。今日も今日とって陰謀論の話をしようかな。何しろ受けがいいからね。私ちょっと怖いんだ、陰謀論の話ばっかりしてるうちに私も向こう側に行くんじゃないかって。あ、そんな心配しなくてもいいか。それに向こう側もそれはそれで幸せかもしれないし。次は陰謀論の中でも特に好きなマイクロチップの話しようかな。よく都市伝説の話をする芸能人がいるじゃない。あの人がさ、共演者からマイクロチップ入れましたよねって言われた時に、それは絶対言っちゃいけないことですって大真面目にブチ切れた話があるんだよね。それ見てマイクロチップに興味を持ったの。あの真実っぽさは話したくなったね。うん、ちょっとほんと頼む、てんちゃん、てんちゃんじゃない、アメちゃん、マジでさ、本当に一回エンド迎えよ。ねえ、虫エンド行こ。ねえ、なんで君全然諦めないの、本当にマジで。なんで違う、これ開い、これ見なきゃいいんじゃね。もうこれこのまま寝よ。もう本当に一回エンド行こう、頼む、アメちゃん、マジでこれじゃない、これで正解だろ多分。開きもしない。あ、やっぱそういうことか、ごめん今気づいた。もう未読無視されるのは耐えられない。あ、これがゲームでよかったね。ここやった、でもやっとエンド迎えれた。待って、ちょっと数えてみていい？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 やっぱ22、21個か。すげえ。これ2個目も解放されたってことかな。え、めちゃめちゃやべえイラスト、すごすんご。このゲーム発売前から愛されてるからね。だって俺もこのゲームがさ、確かね、本当は去年に発売するはずだったんだけど、延期しちゃったんだよね。俺そのうち、それよりも前からこのゲームさ、もう発売されるってのしててさ、永遠と楽しみにしたからさ、まあ、とりあえずね、え、なんで、ちょっと待ってさ、俺こっからやり直せんのかな。こっからでもあとラインを無視しなければいけるよな。こっからやり直していい？あとやばいエンディングってどうすればいけんだろう。配信を全くしなかったらどうなんだろうな。あ、それもあるか。それちょっとやってみていい？残りデイ、31日かな、多分。30日か31日で多分1ヶ月だから、それまでに100万人に行かなければ、多分あれなんだろうね。バッドエンドに行くと思うから、まず LINE はちゃんと見よう。あと1回でも間違ってミスじゃない、無視しちゃったら、もうまた先のエンディングになっちゃうから。ね、私のこと好き？好きなら好きなところ10個言って。という時間切れです。でも必死に考えてくれてありがとうね。いや全く考える暇もなかったけどね。ラブフォーエバー、ラブフォーエバー、これこんくらい送れば許してくれる？二度と、もう二度、ごめんマジでごめん、許さない。え、待ってピエン送ろう。続け会話続け、イチャイチャしよう。はあ、もうダメだ。じゃあちょっと無駄な時間過ごすね、これから。もう明日まで寝るを一生やり続けて、もうこのまま一回もう一つエンド迎えようかなと思います。まずこれやってみよう。もう配信をもう一切しなくなるっていう。明日にすもう。で、LINE もちゃんと見なきゃな。見てよ、超てんちゃんネットニュースになってる。え？そんくらい人気なの？あは、私と違って、超てんちゃんはとってもいい、これ、完璧なアイドルだからね。大丈夫。君もね、多分別の世界線で俺がクズじゃなかったら、君もちゃんといい子になってるんだよ。でもこれくらいじゃ満足できないよね。だって私は日本一、いや、世界一。うん、宇宙一の配信者になって、この世界の全ての生物から愛されるんだから、それは絶対に無理だ。ありえねえ。ピ、これからもどんどんかましていこうな。うん、オッケー、わかった。早く返信させて。Love forever。 うん、これ送っておけばいいから。はぁ、本当に、もう本当にこいつは本当にだな、本当に。ちょ、まず一回カットするか。カットして、もう残り前日ぐらいにまでカットしますね。ねえ、ちょっと待って、いや、カットしようと思ったんだけどさ、次の日にさ、なんか髪型変えてみようかなって思うけど、ピはどんなアメちゃんが好きってきてさ、選択肢4つくらいあったんだよね。俺そこでサイドテールにしたのよ。なんか最近サイドテールめちゃめちゃいいなと思ってて、そしたらサイドテールにしてくれたんだよね。この子マジで天使だよ、マジで可愛い。どう似合ってるかな、アメちゃんは最高。いや本当にマジでラブフォーエバーだと思う。てかどの髪型でも君マジで似合うと思うよ。うん、はい、じゃあカットしますね。ね、今さ、デイ22なんだけどさ、見て、ストレスゼロなんだけど、しかも闇度も10だよ。もう配信すんなお前は。そんな配信してめちゃめちゃ闇のもストレスもたまるんだったら配信をするな。いや、これ逆にまともなエンディングなんじゃないの。なんかさ、配信とかさ、そのなんか生放送とかさ、ネット活動者にこだわるよりだったら、なんかさ、もう一歩引いてやった方がいいんじゃねえの。わかんねえけど、配信者の俺がそれを言っちゃう終わりだと思うんだけどさ。まあいいや、とりあえず残りあと9日かな。そこまではカットしよう。みんな
デイ29まで来たよ。この10日間ぐらいの間、ただただ寝てるだけの日々。そして見て、もうストレスも闇度もゼロになっちゃった。すごくない？ただただ寝てただけだから。でね、30日で最終日なんだけど、これだと寝ると多分エンディングに行くと思う。うん、どうなんだろう。これはこれで20万人だったけど、20万人でも十分多いからね。言っとくけど、明日に住む、なんかもう100万人ぐらいの人めちゃめちゃ増えたから、なんか当たり前になってるけど、20万でも十分すごいんだからねって17万人のやつが言ってますと。あはははは、はやば、来たか。1ヶ月経ってもこんなもんか。バカみたいだね私。天使とか言っちゃって、インターネットって、お前10日間以上何もしてこなかったからね。もう寝てただけやんけ。これからどうしようかな。いやさ、あのガチで1ヶ月経って、たった1ヶ月で20万人いってる時点で勝ちなのよ。マジで思う、勝ちだからね。そしてどうなんだろうこれ。もう終わりだね。こんな何もない配信者じゃ続けたっていいことないよ。どんだけやねんお前。あーどうか言っちゃった。さよなら、私のために何もしてくれなかった嘘つきさん。え、ちょっと終わり終わり。一体誰のせいだろうね。俺のせいなの。ごめんね、インターネットエンジェルはもう羽ばたけなくなってしまいました。お前のせいで。お前が、ブロックされた。おい、アメちゃん、ゲームぐらいは頑張ってみようね。それ一番傷つくやつじゃん。あ、エンド1,2,3,4,5、エンド5か。うわーすげー、こういう間違った楽しみ方でもめちゃめちゃ楽しいんだけど。相変わらずイラストは最高だな。俺こういうイラスト見るの好きなんだよね。待てよ、今思いつく限りのやばいエンディングはあと家賃か。一回最初からやり直してまた配信サボってやってみるか。ちょっとそういうエンドをとりあえず回収していきたい。とりあえず。てか、このデータゴミすぎん？俺だってこの22日ぐらいから寝てるだけだからね。こっからやり直したら結局積むだけだからな。一回最初からやります。からの、家賃を払えないぐらいの不人気のままでやってみますね。え？なんか秘密のことってあるんだけど。何これ？エンジェル可愛いにはわかるんだけどさ。秘密のことって何？ちょっと待って。ちょっと待って。これ何？待って、うん。いや、待って、わかった。ちょっと待って。今、二日目になったんだけど。ちょっと、お前、邪魔すんな。これ、ちょっと、お前、何？これ、何これ？え？ダメだ。見れん。え？邪魔なんだけど、お前、マジで。え、何？秘密のことだから何？これ、邪魔すんの？お前。一回、消していい？え？なんなん？これ、なんなの？めっちゃ気になるんだけど。秘密のこと見れない。え、どうすればいいんだろう。ちょっと待って、まずとりあえず俺がやろうと思ってるやつやるか。さあ、一度も配信しないままデイ8に来ました。まだ収益化までの目標達成できてないよ。このままだと家賃払えない。お前が一回も配信してないからな。私ピート離れ離れになるの嫌だよ。まあ追い出されたら一人で実家帰るだけだけど。ちゃんと実家あるんだね。要はまだいいやん。それじゃあラブフォーエバー、これ送っとこうぜ。なんでラブフォーエバーなのかわからないけど、愛してるよ。うん、まずこの子ストレスも闇でもないからな。さあ、これであとは寝てだな。次の企画どうしよう。これは一旦無視しよう。これでもう寝よう。うん、これで寝て、さあこれで家賃、これ家賃払えないエンドなんでしょ。行くしかねえな。まだだった。これ10日目だね。10日目だから11日目で達成しないとダメってことだ。この次だ。じゃあこの次に行くと多分家賃払えないエンドで何もないエンドになるんじゃねえかな。明日に住もう。来た。収益化も達成できなかったし、家賃はもう払えなくて追い出されちゃう。もう私たちも終わりだね。金の切れ目が縁の切れ目。実家に帰らせていただきます。すげえシンプルに終わる。どんな世界もお金だけは平等です。うわー、おー、なんかこれエンド21なんだこれ。まあ簡単に見れるからな。すごいな。え、待って。これすげえ気になること言っていい？ん？開くんだよね。あ、一回だけ開けるんでしょ？だったらさ、21個までのはずじゃん。30まであるってことは何？まさかの、エンド21個だけじゃないってことなのかな？隠しエンディングみたいな。
あったりする？うわ、すげえ、これ後で俺すげえ個人的に全部見よう。うわー、でも今回だけでもエンディング 1,2,3,4 個も回収してるもん。なんか書いてるな。 Do you love me? ヒント的なやつか。好き好き大好き。好感度マックスとかにもすれば変わるってことだもんな。確かにそれがある。気になるな。ごめんね、画面から出れないの。夢が侵されていく、なんかいっぱいあるな。とりあえずどこら辺から見直そうかな。俺のこのデイ Q からやるか、もう一回。アメちゃんがちょっとボロボロになっちゃったとこから。あれ、デイ Q で読んでないぞ。あれ、あ、そっか、ダメじゃん。このデータダメじゃん。そうだよ。一回最初からやり直したらあれでしょ、家賃あれでしょ、払えないエンドに行こうとしてるとこ。ダメじゃん、ダメダメダメ。再起動再起動。あかんあかんあかん。ちょっとさ、今デイ3で好感度が70なんだよね。一回エッチなことしたから。これさ、好感度マックスにしても多分エンディングに行くと思うんだよ。それちょっと目指してみていい？多分それもあまりいいエンディングにはいかないと思うから、ちょっとやってみていい？で、なんか今 LINE 来たんだよね。アメちゃんは芋虫超えていくだけの、それな。切れられそう。嫌な返し。だからお前がそういうこと言わなきゃいいだけだろうがよ。待てよ、まだエッチなこと、あ、待て、一回配信しなきゃいけないか。配信できねえな、ネタがねえから。今さ、デイ4で好感度76なんだけど、やっぱさ、ダメな方ばっか見てきたからあれなんだけどさ、アメちゃんめちゃめちゃ元気だね。なんかさ、ちょっと顔赤く見える、赤く、なんかちょっとほっぺらへん、なんか、ペコ、なんかさ、ほら、線あるじゃん。こういうのなかったよね。かわいいな。頭なでてあげよっか。まあ、でも多分悪い方に行くんだけどね、今回も。ちゃっかりしっかりお上手にアイドル。それな。それなでいいかな。ちゃんと聞いてないでしょ。はい、ちょっとよく分かんなかったんで、とりあえず遊ぶで好感度91じゃん。もうこれもう3回目のエッチなことかな。まあ、とりあえずネタがね、1個手に入れたから、1個じゃない、2個か。エッチな配信とゲーム実況を手に入れたから、とりあえずエッチなことのやつもやってってことだよね。なんかやばいやついる。おっぱい見せろ、インバいいなぁ、いいなぁ、クズがいる。もうデイ5か。ちょっと待てよ。ほら、もうちょっと顔、違うもんね。ほら、かわいい。あ、出た。これも美白にしてみるか。でもな、コスチュームも気にならない。ちょっとコスチュームでやってみるか。これなんか変わんのかな？オッケー。これでいいのかな？今のところは、牧場、今のところはまだ普通なんだけどね。ほら、もう全然顔つきが違う。寝るで、明日まで寝るのはさすがにあかんよな。普通に夜まで寝ることもできるんだけど、今さ、ストレスも闇度もゼロなんだよね。だって配信してないから。SNS でストレスはたまるけど、まあ SNS やるか。まあ、とりあえず好感度を高いままにしといて、とりあえず進んでみるね。あ、出た、予期棒ツイート。これもやったでしょ。でもツイートするだけでストレス溜まっちゃうもんな。あ、出た、陰謀論。これもネタになるもんね。オッケー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 。いや、そろそろ配信できるんじゃないかな。お、もう顔全然違う。見て。たまに私って可愛いだけだなって気づいて辛くなる。いや、可愛いを持ち合わせたらそれだけで幸せだろ。え、ピエン。ピエン送っとこう。うん。これでピエン送ってくんなよ。お、もう虫かい。もう虫かい。早いな、虫すんの。待てよ。遊ぶ。インターネットで、まあ、動画掲示板もま、見とくか。書き子で。いや、好感度下がるのはやめとこう。今回は。ストレスが下がってコミュ力があるんだったら、まあ動画サイト見るか。あ、これ闇戸とかが関係してんの、もしかして。これ背景めちゃめちゃ可愛い顔で見てた。新怪獣映画見た。おう、なんか結構小ネタ挟むな。東京がいっぱい壊されててとても怖かった。超天ちゃんの家の近くは無事だった。特定されるかな。それだけじゃされねえだろ。昔はヒーローの方に憧れてたけど、大人になった今は怪獣になっていろんな人が精一杯作ったジオラマの街を思い切り破壊した、さしかないな。もう病んでんじゃん、お前。なんかめっちゃ喋ってんな。あ、ジョージアニメか。オッケーオッケー。もうトークめちゃめちゃ集まってきたな。もうほんと、もう恋してる顔。かわいい。もう、配信者やめます。一般の人間になります。応援してくださった皆様ありがとうございました。お前まだ配信1回しかしてねえぞ。資格の勉強が忙しいのでしばらく手不自由です。なんこれ。何エンド迎えたのこれ。生きるためには精神の負荷も必要だと思います。何？闇のもストレスもちょっとないとダメなのこれ。そんなことあんの？
それは予想外。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。私が健常者になっても、ヘルシーパーティー？俺が望んでたものと全然違うものが起きちゃった。このゲーム、案外シビアなんだな。ストレスも溜めなきゃいけないのって割ときつくね。お薬ってなんなん？クリックして、はい、あ、これで飲んでるってこと？え？適量闇度が、あ、ちょっとこれ、やばいやばいやばい、1日1回で少なくね。そんなんじゃアメちゃんのハートは癒されないっての。まあもっと飲むってそれどころじゃないから従うんやけどな。おいおいおい大丈夫か？おいバカだろお前。ちょっとちょっと、え、何？水道代払うの忘れてて水止まってる。ミハバカじゃんお前。ちょっとインターネット、ちょっと待って、夜行こうよ。お出かけしてみるか。病院、え、待って、なんかストレスが上がるところ、ストレス上げなきゃいけないのって何なんだよこれ。これ下がるだろ。ってことはインターネットしかねえよな。ストレス上げよう。もうストレスと闇度がゼロだとダメなのってやばいだろ。何？この前心の病院にカップルで来てる人いた。別にいいだろ。OK でいいだろこんな。どういうラインだよ。返事だけはいいな。お前のそのしょうもないラインなんやね。とりあえずエッチな配信しよっか。うん。とりあえずこれ見てくれね。これ前見たやつと同じでしょ。え？逆にオタクとかじゃなくてヤンキー層とかに媚びてみようかな。ヤンキー層なんていんの？ OK してみるか。これなんか話のネタ本当に分かってるか。いや分かんねえよ。まずトゥナイトもやってみるか。これエッチな配信どこまでできんだろうね。ちょっと待って、なんか新しいツイートしてる。え、今さ、あのレベル2のエッチな配信したんだよね。その後なんだ、欲しいものリストから衣装が届きました。欲しいものリスト、衣装が届きました。早速着てみたよ。服買ってくれたらそれ着て自撮りするね。ありがとう。あ、これあれかな、あの欲しいものリストでさ、俺媚薬あげたじゃん。それじゃなくてコスチュームにしたんだよね。これだから そういうこと。あ、すげえかわいい。かわいいよ。これ着て接したら怒られるかな。あ、いいんじゃない。俺ちょっと見てみたい。うん。ちょっと待てよ。遊ぶで。ゲームもいいんだけど。これさ、あの、エッチな配信とかさ、でもその配信の種類によってもエンディングってあると思うんだよね。今はこれちょっとエッチなこと、これ何回目だ ?4 回目か。今5回目になるんでしょ。一旦エッチなことはやめとこっかなって思ってんだけど、でも待てよ。これでエッチなことで、その衣装着てもしやったとしたら、またあれなんじゃない？話題が増えるんじゃない？それも大事だろ。どうなんだろう？あ、これは前ツイートしたやつだな。初めて TL で中で出てきたけど、何やってる人？わざわざそういう、え、リプラ送んの？まだまだいけるよ、シキピ。あ、もうシキピになってんだ。アメちゃんの特技。なんかさ、オタクからコスプレ衣装着たドンキの安いやつと違うって来てんだけどさ、普通に無視したんだよね。アメちゃんの特技。憂鬱って感じだけ何も見なくても描ける。最高か。俺リアルだったらお前と絶対仲良くなれねえ。頑張ってエッチな配信を見つけたいな。これまずいっぱい薬飲め。これでどうなったんだこれ。いっぱい薬飲んだでしょ。迫力が1上がった。5。え、待てよ。配信は、あ、陰謀論しかないからちょっと薬5しよう。うん。これどうなんだろう。え、やばい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 、あ、やばい、あ、決まった。おお、なんだ、なに、やばいやばいやばい。ちょっと、なんも見えん。なに、戻ったか。おお、大丈夫か。もっと褒めて。打つだしのってわけにもいかないんだな、これが。アメちゃんにはフォロワー数という死より甘美な欲求がそこで待ってるからね。とはいえ人生は辛いことばかりで、お薬飲みながら配信するか。怖いこと、苦しいことが。闇配信来ちゃった。いや、闇配信はあかん。すっごい体がポカポカしてあったかい。こういう時間が無限に続けばいいのに、時が見える。はい、俺のリプライ無視と。やれやれ。ファンを大事にしないと、痛い目見るぞ。めんどくせ。なんなん無視したら無視ってわけでもないだろ。 OD しちゃった。え、薬を OD ってこと、オーバードーズってそういうことなの。しちゃった。でもまだ日本語は崩壊してないからギリギリマシか。いや全然、あとか気をつけないとマジでピに迷惑かけて嫌われちゃうよ PN。 うわ、じゃあこれそういうエンドもあるじゃん。
おい、闇エンドばっかだなこのゲーム。やばい、ちょっと待って、もう一回お薬飲んだらやべえツイートしやがったこいつ。加工と化粧なしなら絶対ブス、ブスの骨格しても黙れ。おめえこういうツイートすんなよ。なんでこっちまともなんだよ。あー、調子の手飲みすぎて表垢でラリっちゃったよ。掲示板で晒されてんだろうな。つら全て自業自得なんだけど、まあ確かにな。おい、気持ちよくなってるなお前。夕方に住んでエッチなことできないな。どうしよう、どうすれば出てくんだよネタ。途中でギブアップするって分かってる。出た、辛いっぽいやつね。待て待て待て、どうすればいいんだ。めちゃめちゃ考える。俺はどうすればいいのか分かってないんだ。どうするんだ。一回行ってみるか、買い物に。なんかこれでもありそう。初めての移動だな今思えば。電車で移動だんだね。うん、オタクが帰宅。なんだ、原宿でスイーツいっぱい食べた。全然近く、いや分かんねえのよ俺。俺都会人間じゃないからこれが分かんねえのよ。実はエッチなこと好き。そう、合ってる合ってるよ。よく考えたら1000円行くだけならわざわざこんな人多いところに来る必要なかったは明確なミス。いやネタだないな。今日のデートの点数は100点。原宿楽しかったね。いろんなサブカルファッションこじらせ野郎たちを見られて面白かったよ。うん、お洋服を選ぶの手伝ってくれてありがとうね。今夜はこの服の可愛さをオタクたちに自慢するよ。あ、でもやってみたもあんのか。外に出ればやってみたなんだね。ちょっと待って、マジでエッチなことどうやってる。ん、なんか過激なネタが好きじゃなくなってきた。現状で平和なのが一番いいよ。日常系ってやつはね、植物のように。最高か。いや待って、俺は今エッチな配信をしなきゃいけないんだよ。おお、まあ初めてラブフォーエボ送ってくれた、ありがとう。あ、80になってるからか。いやマジでどうすればいいんだ。ちょっとさ、多分ね、今さ俺頑張ってさエッチな配信を出そうと思ってたんだけど、多分このお薬の方が簡単にいけると思うんだよね。こっちにシフトチェンジしていい？これやればまた鮭の現象が起こるってことでしょ。もうやべえだろこれ。もうこれだけはなんか本当におふざけなしでやめた方がいいってやつだね。うん、ちょっと待って、これ本当にね、なんだかんだこれ耳がちょっと気持ち悪いのよ。ただこれをやり続けることによって絶対になんかいけると思うんだよな。エンディング絶対ある、絶対あるから。どういうツイートしてんの今。もうピクチャーが、一応操作できんだな、すげえ。え、あー脳みそが気持ちいい。冷たいものが頭を包んでるような感じ。溶ける溶ける溶ける。あー脳みそが出るよ。こいつ怒りてやがる。飛んでる、確実に飛んでる。これはちょっとあまりよろしくないものが映ってるので、これはちょっと一回こんくらいにしておこっか。こんくらいに、こちょっとここちっちゃくしよう、ちっちゃく。うん、これちっちゃちっちゃいなお前。え、配信飽きた。これからコスプレイヤーとして生きていく。 OK、 いいんじゃない。 OK、 え、本当にいいの、本当にそうなの。じゃあまたお薬やるか。これ絶対これそういうエンドだもん。うん、これ飲め、ほら飲め飲め。あー、来た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 、いいぞ。もうどんどん行くぞ。これでどんどん行け。どんどん行け。間違って切れます、開いちゃった。俺これでも操作できるぞ多分。どうなん、なんて書いてんの。ピーって書いてんな。ピーって書いてんな、確実に。あー、ピーと一緒にめちゃめちゃ、ピーと一緒にめちゃくちゃ曖昧になっています。俺もやってんのこれ。気持ちいい。これが一緒に続けばいいのに。シラフに戻りたくないよ。あかんぞあかんぞこれ。明日に進む。とりあえずこれ連続でやってみるか。ちょっと、おお、こんな大画面にできたんだね。ん、ね、次のマニキュアは何色がいいと思う。黒。え、できんの。え、すごい。何、え、新しいツイートが。え、おお、すげえ、やってくれたんちゃんと。マニキュア塗ったよ。超天茶が好きな色、めちゃくちゃ綺麗でしょ。今度メイク動画あげるね。まあ俺の好きな色なんだけどね。俺好きじゃ、うん、まあ黒好きだけどね。超天茶の配信見せろ。やる気湧いてきた。受験合格してみせろ。お、頑張れ。好き。うん、私じゃなくてピが好きな色じゃないけどな。やめろやめろ、それ一時言うな。まあいいや、ありがとう。お前も可愛いの、まあ、とりあえずこれやるよ。え、やっぱ、え、これどうなのマジで。あかんて、やばいって。え、あやべやべ、これどうなんだよマジで。俺とんでもねえゲームやってんな。え、なんだ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 。うえー、ごめんね。なんだか超天ちゃん喉が痛くてしばらく調子悪いかも。すぐ治ると思うから大丈夫だからね。お前さ、たまにはリプライ返してファンサービスしないよ。出たー、このツイート。ツイートじゃん、リプライ。待って、やっちゃった。喉いって咳止まらん。これじゃピトキスもできないな。おーいちょっと待って、なんか、これなんだ、副作用。いろんな気持ちになります。咳を止めてくれます。
配信者喉が命、でも飲みすぎると大変なことになるかも。なんだ、トキタって何、最高か、やべえ、こいつイカれてんだろ多分。もっと褒めて、大丈夫だった、行くか。これも、え、両方飲めんのこれ。あ、でもあ、どっちかにゴーするしかないってことか。ごめんね、なんか俺本当にやべえことしてると思うんだけど、でもこれ絶対エンドいけると思うからさ、頑張るね、俺も、俺も頑張るね、俺もイカれそうなんだけどさ。あ、これなんかやばくね、ガチでやばくない、大丈夫かこれ、どうなってんだ今。え、ははタイムライン非課程できる、いつもこんなに輝いてたっけ、みんなのついでをきらめいてみるよ。あーガガガ、やべえ、イカれてる、おい、もうこのままでいいや。あ、今一瞬笑顔なってたな。え、もっといっぱいフォロワーもリプライもお金も欲しい、インターネットのみんなもっともっと私を見て、それツイートせ、 OK、 うん、ほらちょっとなんかもう俺がやってるんだけど、俺が引いてるからな。いや、もうエンディング行ってくれ、頼む、飲め、それで行け、もうエンディング行こうぜ。なんか本当にだんだんマジでヤバくなってってるよなこれ、どうなんのこれ、もうわけわかんないよ自分でも元気なくなってきちゃった。今日超頭痛い、ちょっと体ふわふわしてるかも。お前投げたスパチャ額20万めちゃめちゃスパチャしてる。お前からもらった勇気9999億、おお、なんだアンチじゃねえのかよ。いやあ、市販薬の OD って本当に危険だ。薬局にあるから大量に買っちゃって再現ない、このふわふわ感大丸になってくるの、大丈夫かこれ、ここに進むか。もうなんかすげえなこのゲーム、なんやばいのから見ようと思ってやってんだけど、本当にやばいからさ、あかんなこれ。ちょっと待って、こいついよいよやべえことしてる。あ、薬飲んだ、なんか気持ちよーてふわふわ気持ちいい、やばいよ、リップも来ねえよ、おい。あー、ピの前では極力 OD しないって決意だったらダメだった、夢心地だったけど、今日体だ、次もう一生死んねあ、収益化取ったか、オッケーオッケー、よかったな、これはいいんだよ。あとやばいエンディング何個あんのよこれ。ジェルバンワーって挨拶も飽きたな、なんか別の挨拶考えて、さあ配信を始めようか。勝利の企画は決まった、なんだそれ、ちょっと待ってね、とりあえずさ、もういいのよ、配信もしないのよ、もうこれ見ちゃう、うわ来た、なんかやべえの来た、ぐっすり眠れます、脳みそがポンとしても何もかも忘れてる、行くか、行ってもこのエンディング見よう、おい、いや、おーい、おい、何これ、ちょっともうやばいって、あかんって、めっちゃ病んでんじゃん今思えば、消せ、あーやばい、この子マジでやばくなってる。でも行くしかねえ、もう俺はここ絶対諦めねえぞ、やらせろ、 OK、 うん、いいよ、何も分かってなす、いや分かるだろ、やらせろってんだから、ちょもう行くね、もうどんどん、もう行くよ、もう俺行くとこまで行くわ、もうね、もうこいついよいよ写真やべえんだけど、頂点ちゃんすっごく元気、今何の不安も全くない、配信めちゃくちゃやりまくりたい、みんなといっぱい話したい、ゲリになっちゃうけどやっちゃうね、いつも可愛いスキラブ、おめえ気づけや、元気になりすぎだボケ、いやもうねいつまで続くのこれねえ、まだまだフォロワー少ないから努力しないと、今日は配信やつを、 OK、 もうとりあえずやれるとこまでやるわ。なんかもうおかしくなってってる、このどこまでも伸びていくパイプを伝っていけばいつか広い夢までつくのかな、私今不安定だからそのまま落ちてしまうんだろうな、やべえ、超てんちゃんの配信がある日はって、やべえやつしかいねえじゃねえかよ。あー、あれだけ放電して外に行かないって決めていたのに、ピーがいなかったら本当にどこかに落ちて怪我してるところだってダメ、絶対あかん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 、配信すっか、そろそろこの闇配信とかやったらやべえんだろうな、迫力って何なの、やるか、ん、待って、なんかずっと応援してくれたファンの子が今起きたらアンチになって必死に私を叩いてたんだけど、なんで、私なんか悪いことしちゃう、結構やってるか、うん、ツイートだね、うん、無事死亡、うん、お前のツイートだね多分、来世でも恋人でいようね、ちょっと今は無理かな、このルートの君は無理かな、さあ配信しよう、え、なんで飲んだ今、え、なんなの、ジェルバンは天からやってきたキュートな女、て、超天ちゃん、そうだねそうだ、おーやべえってこれ、あは、なんだか今日はふわふわしちゃうね、おお、今日テンション高いね、これは拾ってみるか、刺した、決まってんね、仕上がっとる、え、もうみんなこれリスナー気づいてるってこと、押すともポカポカすぎ、わろた、こんな時にはお散歩でも行くか、
休んで、いやちゃんとした人がいる、拾ってあげるか、これもおちんぽに見せて、でこの格好で外出たら一発職質だね、逮捕されても優しくしてね。ああやべえって、明るすぎて怖い。それな、まあ、俺のせいなんだけどね。それじゃあいつものやついくよ、お前らも画面の前で大声の準備汁、準備汁、準備汁、はい。ビシ逆に病んでるだろ。それないつもの手どれ、それな俺も知らねえもん、早くやれよ。いつやの顔はいい。いやそれな本当よ。今日テンション高いね、うん、どうなるんだろうこれ。そうかな、私はいつもこうだよ、最初からクライマックスで行くぜ。 やべえ俺もちょっと弾いてるもん、休んで、ああなんか BGM がなんか歌ってんだよな、なんつってんだろう、インコを発射に聞こえんだよな、どうしてこんなに元気なんだから。そうで、うわやべえやべえ、エンドを見るっていう風にやってんだけど、なんかガチでやべえ。あーお薬とっても効いてきた、超ハイテンション、超テンションの配信みんな聞け、やべえなおい、私今めちゃおでいしられてますけど助けて、ちょもうみんなやべえって、視聴者数5億とかになれ、いやおかしいだろそれは、なんで増えてんだよ登録者、マジでイカれてんな、やべえって、この状態で企業案件絶対やんねえほいって、行かれてるって。ねえなんか出てきたんだけど、魔法の煙って何これ。楽しいです、悲しいこと苦しいこと今だけは全部隠しちゃおうよ。え、おいおいおめえ赤やろそれ、ちょ待ってこいつ一番やっちゃいけねえことやってる。配信始めてから夢みたいな毎日嬉しいな、そうじゃないんだよ、いっぱいの人に見てもらえて本当に嬉しい、毎日楽しいだ。おいちょっとおい、あっマジでやべえってこいつ。え、ピのアカウントでネトピーリ見てたらおすすめが私の好きそうなのだらけになっちゃった。ああネトフリってそういう機能があるらしいからね、うんうん、その自分が見たやつに合わせた何かそういうのが増えてくらしいからね。ちょこれあかん、マジであかん、ちょっと待って、配信、闇配信もできねえんだよな。陰謀論もやるか、もうやるね、ちょどんどん行くわ、もう行くとこまで行くわ、ここまで来たら。ちょっと待って顔が、え待って、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、邪魔なんだけど、なにこれ、ちっちゃくしよう。あいつまでもオタクの相手してると精神がつり減る、今日はインターネットのバカなんて忘れて、外でピと二人きりで遊ぶとこしかできません、あしからず。オッケー、待って、どこに行くよ、ストレスが、うーん俺どうすればいいの、どこ行っても同じかな、豊洲公園、池袋、乙女、ここ行くか、うん、ここ行こう、ちょっとて、ちょっと、え顔がやばいよ。あよかった戻った、あ戻ってね、池袋の水族館にできてお魚さんがたくさんいたけど、やっぱり一番見れて嬉しかったのはペンギンかな、ペンギン好き好き。これのどこがペンギンなのね、これペンギン、これえ本当に綺麗やった、綺麗なのか俺ちょっとよくわかんねえな、気持ちがこもって楽しかったね、うんうん、それな、うんそれなだろう、これはそれなだろう、真面目に聞いてない、 なんでおい、あ戻った、あ来た、闇配信レベル2、超てんちゃんの気持ち、強烈ランチ見ちゃった、これは辛い、あ無視した方がいいって分かってるのにブロックして放置でいいと決まってるのに、ダメだ回線切って首つって死にます、やめろやめろやめろ、 OK は絶対するな、ピエンピエン送っとけ、ダメだぞ、うぜえやべえこいつ本当にイカれてきてる、あーやべえどうしよう、んなんだ、ん何何何何、え10万人突破、銀盾もらえてる、ええ何何何、なんかすげえこっち病んでんだけど、銀盾もらえるってすぐに、ねもうどこにも行かないに、行かね行かね、昨日あれだけ優しくしてくれたんだから、もう私を一人にしないと一生離れないから、分かった OK OK、うん、オッケー、マジで怖いこいつ、お薬あかんな、どうしよう、でもお薬がやることね、うーん何これまた増えてんだけど、世界が七色になるらしいよ、一緒に虹に見つけに行こうね、でもやるしかねえよな、もうどんなもんなのか、何それ、うわあかん、もう俺のモニターがバグってるようにしか見えん、ちょっとあかんって、早く戻って。早く戻って。ねえ。
褒められてるツイートは絶対見逃せ。なにこれ、変性意識、乖離状態、なんだか自分が自分じゃない感じ、体地上にあるのに意識だけど、おい、あかん、こいつやべえ、もうちょっと配信、何、こんばんは、カレーよ、明日も明後日もカレーよ、オッケー。ちょっと俺このゲームさ、今もう2時間やってんのよね。で、2時間とも全部やべえのしか見てねえからさ、俺もちょっと怖くなってきたんだよね。闇のついに100いくぞ。行くしかねえな。なんでお前その配信する前にそれやんねん。な、俺が、なんかこのやろうやつやろうとしてんのは分かってんだけどさ、なんか、俺がなんか止めるようになってきちゃったんだよね。あまりにもやばすぎて。ねえ。さあ、やるか。あのね、確かに私は天使だからみんなの笑顔のためなら何でもするよ。闇配信。そら、こいつ天使なんだよな。どうしたん？ LINE で話聞くよ。俺と電話しよう。やべえやつしかいねえな。だけどたまには苦しくなっちゃうこともあるからさ。うん。これ消した方がいいのかな、こういうのって。あ、消える。消えてなんか変わる。ストレスゼロなんだな。そうか、薬やってるもんな。かまってちゃんをつやめらめろ。あんまりひどいこと言わないでくれると嬉しいかな。うん。超天ちゃんも悪いんじゃない？なんだろう、どうしたんだろう。これ消すか。おお、変わる。変わるな、結構。ペラッと言わない。天使だって生きてるんだから。あは、暗いこと言っちゃってごめんね。うん、こんな時もあるさ。もう落ち目だな。やば、弱ってる女いいよね。もうどれを消しどれを拾えばいいのかよくわかんねえもん俺。だってやべえのしかなくない？どしたんぐらい拾っとくか。持ち目だな。こんなこと突然言われても9割の人は文関係なのに気持ち悪いよね。これはこれで可愛い。もう何でもありだな、それだったら。話聞こうか。もうこれもやるか。これさ、スパチャの色なんだね。だからアンチなのにさ、スパチャでやってくるやつっているんだね。こういうこと言うとスパチャ集まるんだろ。お話タイム。うん、さあどうなってくんだろう。どしたん、どうなるの。いやは、なんでもないよ、気にしないで。配信する前までずっと顔いかれてたからな。話聞こうか。聞いても私の本心なんてわからないよ、放っといてね。じゃあ配信すんな。それなら配信すんな。キモい女はさっさと消えますね。焦点もう完全にいっちゃってるよ。おもれおもれ、どんなエンドを待ち受けてんだろうこれ。うわー、やべえ。4万貸してくれませんか、必ずが。なんだこいつ、ムカつくムカつくムカつく、消えろ消えろ消えろ。今すぐスマホ投げ捨てて自由になりたいけど、投げ捨てて見とく見れない。あーあー、ピちゃんへ。何、なんかすげえ書いてる、すげえクソ長文なんだけど。何、なんか久々に気持ちになってピに長文やらかしちゃってごめんね。でもこれが私の愛なの。たまに減らっちゃうこともあるけど、それだけ頑張ってるってことらし。これからもこの調子でやっていこうね。はーい、ピちゃんへ。私がもっと売れて余裕がもっともっとできたら二人で読ませて、読ませて。ちょっとピちゃんへ。私がもっと売れて余裕がもっとできたら二人でもっと綺麗な部屋に住もうね。今の部屋みたいに配信で映るとこうだけ綺麗じゃなくて、部屋の隅から隅まで足から足まで全部可愛くするの。もちろん大きなベッドも置くからね。二人で毎晩一緒に寝ようね。夜に寝てまた夜が来るまでずっと眠ったりしようね。なんだかね、たまにたまにアメちゃんが子供の頃のことを思い出すの。私とっても貧乏だったから、本当に貧乏だったの。全然お金なくてママに体売られる、売らされる。なあこれやばくない？それから家を飛び出したんだけど、そこからもう友達の家を転々としたり、こうしてピと暮らせる今が本当に幸せね。急に見捨てたりしないよね。私また一人で貧乏するの嫌だよ、お願い。ずっとずっと一緒にいるの大好きで、うん。おい、もうなんかめっちゃ送ってくんだけど。ごめんね、急に暴れちゃって迷惑だったよね。うざいよね、もうしないから許して。次やったら別れてもいいから。あ、ダメ、やっぱり別れるのはなし。そうなったら私死んじゃうから。またうだうだいちゃって言い始めちゃってごめんね、本当にごめんなさい。お願い、私を好きでいてね。オッケー。もうやべえよ。ちょっと見て、今デイ17なんだけどさ、ストレスゼロで好感度100で闇度も100なっちゃった。やばくない？夜に進もうか。どこまで増えんのこれ。やばくない？ちょ、終わりかい。好感度が100いってもやっぱダメなんだな。ちょっとすげえってこのゲーム。ちょっとさ、今回でさ、割とやばいエンドを迎えようと思ってたんだけど、多分まだまだあると思う。だって闇度 100% の多分エンドをまだ迎えられてないんだよね。いや、すげえよ。
いいエンド逆に何個あんのこれ。ちょっと次回もまたちょっとやばいエンドを回収しつつになっちゃうと思うんですけど、まあ、あの頑張ります。あのごめんなさいね、ぶっちゃけ言うと結構やばいエンドが多くて俺もやばいよ。